岡山県浅口郡の一浅口郡は岡山県の郡、人口1万895人、面積12.23桂平方メートル、人口密度891人、桂平方メートル、一家の一町を含む。1878年に行政区画として発足した当時の郡域は上記一町のほか、下記の区域にあたる。716年、 俗に本紀八月水の問いの城で初見。備中国には、宮古堺、久保屋、浅口、小田、後月、下道、がよる、英,英が、鉄田の旧軍を置いたとされる。浅口軍には、八里号。軍が推定地は不詳である。かつては、軍域の南部は海域であり、大島、柏島、乙島などの当初が存在し、大島と本州側は、水道となっていた。 その水道東部の海域は、亀の海、亀の白、玉の裏と呼ばれる入り江であった。しかし、中世以降の干拓による、神殿開発により、陸続きとなった。また、津良島は、古代においては、備前国小島軍に属していたが、後の時代に、備中国浅口軍に編入となった。軍名の由来としては、古代備国に置かれた県の一つである。 白危険が変形したものであるという解釈が有力とされる。他に俗説として、軍南部が海域だった時代に、亀の白に入る際には、出入り口の浅い部分が難所となったらしいとのことであり、そこから浅い口の名で呼ばれるようになったとの伝承がある。ありがとうございます。